平成30年3月11日、今月17日に阿蘇神社で行われる御瀬迎え神事の火振りで使う茅束作りが、一宮中学校の生徒らによって行われました。茅束作りを行ったのは、火振り神事体験交流実行委員会で、一宮中学校のボランティア委員会や部活の1年生から3年生までの生徒25人が参加。まず中学生に、かやの束ね方や、束ねたかやの結び方などを教えました。そして中学生たちは、お年寄りなどに手ほどきを受けながら、背丈ほどのかやを長さ40センチ前後に折り曲げ、長さ2メートルほどのわら縄で結んでいました。この日は中学生をはじめ、神社関係者や実行委員会のメンバーらおよそ50人で茅束作りを行いました。作った茅束は阿蘇神社で行われる御瀬迎え神事の際、姫神様が神社に到着されるとき、氏子や観光客たちが茅束に火をつけて頭の上で振り回し、神様のご結婚を祝います。例年ですと火振りは阿蘇神社参道一帯で行われていましたが、熊本地震で楼門が倒壊したために、昨年からは火振りの場所を縮小して行われています。阿蘇神社の今年の火振りは、3月17日の夕方から行われ、今年も1200束の茅束が用意されます。